番長が恐れた当主。球界の番長として長きにわたってファンを魅了してきた清原和博。プレー以外でもお騒がせすることもありましたが、バッターとしての実力は誰もが認めるところでしょう。清原の魅力は何といってもフルスイングでの真剣勝負。持ち前のパワフルなバッティングは多くの名投手を粉砕してきました。しかしそんな清原が恐れた投手がいるのです。清原はその投手のボールに対し、これが当たったら死ぬという発言すらしています。清原ほどのレジェンドが恐れた投手とは一体誰なのでしょうか。無冠の帝王。歴代でも屈指の長距離打者として活躍をしていた清原和博。2000本安打、500本塁打、1500打点を達成しており、通算本塁打は歴代5位、通算打点は歴代6位という輝かしい成績を残しています。その一方、打撃の主要タイトルである首位打者、本塁打王、打点王を獲得したことがないことから、無冠の帝王とも呼ばれていました。それでも長年安定した成績を残せたのは、清原の実力が本物であることの証明です。その実力は3度の三冠王に輝いた落合も認めています。落合は高卒ルーキー時代の清原について、僕より数段上のものを持っていると思う。特に僕の18歳当時と比較したら、もう問題にならない。天と地ほどの違いがある。もちろん彼が天で、僕が地だ、と語っていたことがあります。また、あいつは本物だよ。末恐ろしいね。俺の三冠王の強力なライバルになるだろうね。ホームラン、打率、打点の部門であいつは出てくる。怖いよ。あいつセリーグに行けばよかったのにな。といった発言をしていたこともあり、清原の実力を認めていました。このように3度の三冠王を獲得した天才バッター落合から高い評価をもらっている清原。しかしこの清原ですら恐れてしまう天敵と呼ばれる投手がいました。それは一体誰なのでしょうか。帝王が恐れたピッチャー。清原が恐れていたピッチャーはメジャーリーグでも活躍をした剛腕伊良部秀樹です。伊良部は1993年に当時日本最速となる158キロを投げ、最速男として活躍をしていました。伊良部は1987年のドラフト会議でロッテオリオンズから1位指名を受けプロ入り。高卒新人である1年目から1軍のマウンドを経験。村田兆治、前田幸永らと共に活躍しました。入団2年目には156キロをマークするなど球速を武器にしていましたが、コントロールが悪く、カウントを悪くしては失投を痛打されるなど、入団後数年は試練の時が続きました。しかし入団から6年目、同じチームの先輩であった牛島和彦にアドバイスを聞いたことがきっかけで才能が開花。このシーズン、牛島からアドバイスをもらうまでは1勝5敗でしたが、アドバイスをもらってからは近鉄の野茂英雄に投げ貸すなど破竹の7連勝を記録。最終的に8勝7敗でシーズンを終えました。翌94年、15勝を挙げ、最多勝のタイトルと最多奪三振のタイトルを獲得。95年には2年連続となる最多奪三振、そして最優秀防御率のタイトルも獲得しています。そして97年に念願だったメジャーリーグへ挑戦し、ニューヨークヤンキースに入団。1年目は5勝4敗でしたが、2年目には日本人初の初登板、初先発、初勝利を挙げるなど、13勝9敗で日本人初の MLB チャンピオンを獲得しています。このように輝かしい成績を残してきた伊良部。そんな伊良部を恐れていたのが清原です。
清原は小田康平が運営する YouTube チャンネルで、早いなって思ったピッチャーは誰がいますかという問いに、びっくりしたのはイラブでしょう。今のスピード感ってちょっと高い数値が出すぎてるでしょ。普通で150キロ出てるけど、あの当時で140キロ以上出すピッチャーってチームに1人か2人しかいなかった。速い人で145、6とか、148、9とかを出す人はほとんどいなかったから、その中で156キロ。と、当時では飛び抜けていたイラブの球速について説明。続けて、あの時は本当にこれ当たったら死ぬと思ったからね。俺はデッドボールは絶対に避けなかったけど、このボールだけは当たったら死んでしまうと思った。と、イラブのボールの恐怖を赤裸々に振り返っていました。デッドボールは避けないと公言している清原が、当たったら死ぬと恐怖を覚えるわけですから、いかにイラブの直球の威力がすごかったことか。このようにイラブを大絶賛している清原、そして清原から恐れられる直球を持っていたイラブ。この2人には多くのファンを魅了させた平成の名勝負として語られる対決があります。平成の名勝負。1993年5月3日西武球場で行われた千葉ロッテマリーンズ対西武ライオンズの一戦。ロッテは3点を追う8回裏、6年目のイラブを登板させます。この回のライオンズの先頭バッターは4番の清原和博。ゴールデンウィークの西武球場はこの采配に沸きます。ただ誰よりも高揚していたのは他ならぬイラブ本人でした。この日のイラブは絶好調。なんと球界を代表するバッターである清原に直球勝負を挑みます。イラブが大きく振りかぶって投げた球はミットにズバッと収まりストライク。とんでもないスピードのボールです。この球のあまりの速さに清原は口をあんぐり。そしてイラブはこれでもかという形相で3球目を投じます。清原も負けじとフルスイング。バットはわずかにボールに重なりバックネットに衝突するファールになります。仕留められなかったことを悔しがる清原。しかしなぜか球場にはどよめきが。なんとバックスクリーンには158キロという見慣れない数字が出ていたのです。この数字は当時の日本最速記録。清原も驚きを隠せなかったようです。そしてイラブが投じた7球目、157と表示されたボールを清原はフルスイング。打球は右中間を真っ二つに割りました。この平成の名勝負は清原に軍配が上がり幕を閉じました。清原はこの打席でのイラブのストレートに、なんて言うんでしょうね、皆さんが分かりやすく言うとホームの近くで新幹線が通り過ぎたような感じですね、とコメント。イラブの直球を新幹線に例え驚きを表現しています。続けて、イラブ君も直球で押してきてくれて、僕もそれに負けじと打った結果がたまたまヒットになっただけ。本当にスカッとするような勝負ができたと思います、と真剣勝負ができた喜びを振り返っていました。イラブも、悔しいとかはなかった。こっちも目いっぱい腕を振って最高のボールを投げようと思った。もちろんコースは甘かったんですけどね、と勝負を楽しんでいたようです。平成の名勝負でファンを沸かせた両者、こういった真剣勝負こそが野球の醍醐味でしょう。イラブはこの清原との勝負が転機となり、その後勝ち星を重ね、メジャーリーグへと挑戦するまでに成長します。そんなイラブはメジャーの舞台でも活躍し、驚くべき功績を残しました。イラブの功績、清原との勝負、そして牛島和彦からのアドバイスがきっかけとなり勝ち星を重ねるようになったイラブ。最多勝利1回、
最多奪三振を2回、最優秀防御率を2回獲得するなど、リーグを代表する投手へと成長しました。そして97年、ついに念願だったメジャーリーグに挑戦します。ニューヨークヤンキースに移籍したイラブは、メジャー2年目に開幕ローテーション入り。5月下旬には防御率リーグトップに立ち4勝1敗、防御率 1.44、ウィップ 1.05 の成績で日本人初のアメリカンリーグピッチャーオブザマンスを受賞。後半戦は成績を落としましたが、最終的に13勝9敗、防御率 4.06 をマーク。日本人初の MLB チャンピオンリングを獲得しました。このようにメジャーでも活躍をしていたイラブ。そんなイラブの功績をさらに輝かせる嬉しいニュースがありました。2020年1月、ニューヨーク地元メディアが過去50年間のヤンキースのローテーショントップ5を格付けと見出しをつけ、名門ヤンキースのこれまでの先発ローテを紹介。なんとこの格付けでトップに輝いたのが、イラブも活躍をしていた1998年のローテーションだったのです。この年のヤンキースは6投手全員が2桁勝利を挙げるなど、チームはレギュラーシーズンで114勝48敗と圧倒的な強さで優勝。50年という長い歴史の中で、この年のローテーションがトップに輝いたのは当然だったのかもしれません。そしてその中の一人がイラブというのは、プロ野球ファンとしては本当に誇らしいです。残念ながらイラブはすでに亡くなっていますが、イラブが成し遂げた功績、平成の天才バッターである清原との間で繰り広げられた名勝負が色あせることはないでしょう。これからもイラブと清原の対決のような力と力がぶつかる真剣勝負が誕生するのが楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル全力スクイズは今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もお楽しみに。